はい、お疲れ様です。山です。ボイスオブカードドラゴンの島続きやっていきます。さあ、前回、倒したんですけど、カードがね、出ましたよね。白の教団員。あ、これか。え？抜けてんだけど。はい。白の教団騎士。男は寡黙だった。いかなる仕事でも無言で粛々とこなす。仲間内ですら彼の声を知る者は一人もいない。真面目ってこと？思い立て、通気性の悪い服、仮面の下は汗まみれ。暑さと戦う男には、とてもじゃないが喋る余裕はない。うん。そっか。喋りたいかもしれないけど、はい。喋ってる余裕はないと。ね。こっちも通気性はね、悪そうですけどもね。みんなが同じ純白の仮面に、純白の衣。女はこの制服を気に入っている。これを着るために白の教団に入ったと言っても過言ではない。なんかそういう憧れがあんのかな？はい。女は美しかった。その美しさゆえに男たちからの求婚が絶えず、それにへきへきした彼女は、白い制服でその容姿を隠したのだ。あー、みんな一緒だから、ってことか。なるほど。まあ、死亡理由はね、様々ですよね。あ、そうだ。あとね、パーティーメンバーを変えました。メルブールを入れて、クロエをね、外して、まあ前回の戦闘だけかもしれないですけど、属性攻撃がね、効かない敵がいたんで、まあメルブールですね。まあでも、闇属性が効くんで、逆にクロエの方がいいのかもしれないですけどね。クロエだけなんですよね、今のところ。闇魔法を使えるのはね。うん、はい。で、リディは、まあ、唯一、毒はね、通るんで、毒は通るんでね、白の教団相手でも、まあ、入れといていいのかなと思って。はい。で、ブルーのはね、どうしようかな。ね、全体回復持ってはいるんですよ。おー。そっか、多分ね、全部光属性だよね。決裂しましょう。であれば、クロエ入れた方がいいのかな？どうしようかな？迷うな。うん。おー。強いね。で、あ、早いね。で、その、パラメータで言えば、今隠れちゃったんですけど。リディは、メルブールよりも低いんですけどね。攻撃はね。ただ、状態以上の相手には、ダメージがちょっと上がるってやつがあったんで、まあ毒とか入れていくように戦えば、まあ、なんかパラメータ以上のダメージが多分出せると思うんで、そうですね。まあ入れといていいのかなと思うんですけど。どうしようかな。全体闇魔法とかあればね、すぐにでも入れたいんですけど。ん？どうしようかな。はい。ちょっとサイド、横をね、見とこう。メールブールでもいけるとは思うんですけどね。あー、なるほど。あ、そっか。普通の敵も出るんだね。どうしようかな。頑張って。でね、一応、まあ、ちょっと、待ってね。2。あ、弱点なんだ。え？すげえ。めっちゃ食らうじゃん。え？あ、そっか。メールブルが最後か。で、メルブールの技で、ヘビースマッシュってのがあるんですよね。25ダメージ。これが防御無視なのかっていうのが知りたくって。おぉ。6667。25固定だね。防御は関係ないね、相手の。
ってなると、ダークネスよりは使いやすいのかな。ダークネスも、は15固定ダメージなんですけど、弱点であればもうちょっと伸びるんですけど、25以上は出たっけな。どうだろう。多分ないよね。どうしようかな。まあ、いいか。一旦メルブールでやってみようか。はい。まあ、一応ね、こっちも、めくるだけめくっとこう。はいはいはい。行くか。まあ、うん。大丈夫でしょう。あ、違う。これ違う。普通の敵だ。間違えた。はい。じゃあ行こう。ここは通せない。死ね。怖いな。一人。ああ。うん。ん？闇ダメージが4追加。持ってないんですけどね。そっか。一体。うん。さっきよりは簡単に見えるけども、どうしよう。いいんだけどね。で、氷は効かないよね。8。まあ、毒は通る。あ、毒が弱点なんだ。凍結。あ、で、そうだ。エルブールは凍結ね、無効なんですよね。それも一応、入れてる理由ではある。はい。で、どうしようか。耐えたり。ドス。あ、強いね。素の攻撃力も強い。ガーディアン。はい。硬いよ。呪い状態。あ、やべえ。メルブルは、ん？あ、そっか。呪いで上書きで、凍結が解除されたね。メルブル毎ターン HP 回復するんですよね。それ多分、ダメージになるんじゃないのかな。ちょっと困るな。リーズ。なんでリディばっか狙ってくんだ。なやたり。で。いいね。あ、そっか、ダメージ食らったね、今。毎ターン HP が2回復するんですけど、2のダメージ食らってたんで、ダメだね。うん。7ですけども、凍結は無効なんですよ。普通にダメージ。さあ、もう相手7しかないけど。ヘビースマッシュ。早いね。うん。なんか新しい技とかないっすか。お。今の人もちょっと操られてたみたいなとこあるかもね。階段。下に潜る系ね。最高。地下1階。なんだか不思議な力を感じる場所だ。霊廟っていうぐらいですから、ここは薄暗く、周囲がよく見えない。足元に気をつけて進もう。飛ばしちゃった。
今大丈夫かな？ちょっと待ってね。一応ね、このゲーム、オートセーブがあるんで、まあ、ワンチャンね。白の兄弟員が現れた。君はとっさに身構えるが、相手は微動だにせず、こちらをじっと見つめている。え？ちょっとやり直してたら、出たんですけど。君が居心地の悪さを感じていると、相手は袋に包まれた何かを君に差し出した。え？受け、もらおうか。君は怪しみながらも、それを受け取った。すると、白の教団員は、一度深々と頭を下げ、去っていった。おお。なんだ？変な人もいるんだね。いい人かな？はい。なんだか不思議な力を感じる場所だ。霊廟っていうぐらいですから、霊的な力があるのかも。ここは薄暗く、周囲がよく見えない。足元に気をつけて進もう。はい。はい、松はなしで行けんだね。はい。急に喋るから。ちょっとした明かりもないんだね。いや、あるから行けてんのか。はいはいはい。はい。お！これはダメージ系か。初めてだね。うん。逆に今まで、なんでなかったんだっていう感じですけど。踏んだらだよね。まあ、押される可能性もあんのかな。押されたり、で、登る系のダンジョンじゃないんで、落とし穴に落ちて、みたいなことはないと思うんですけど。これはめんどくさいね。おー。ん？うん。勝ちましょう。はい。まあ今まで見てきた敵の光属性バージョンね。ん？あ、レジストでもポイズンも入るんだ。なんか変な敵だよね。光属性っぽいのに。クロエがいないことで、そうだね。素早さがちょっと足りなくなってるっていうのは、あんのかな。やべえな、ダストの攻撃力は、ちょっと微妙に足んないな。ダスト外してもいいかもね、逆に。ダスト外してクロエ入れてもいいかもしれないですね。まあ、行けるとこ探しながら行きましょうか。ん？そこ開けないの？一旦取ろうか。うん。包帯薬。はいはいはい。だから、なんだっけ、火属性に弱くなるとか、強くなる、ああ、弱くなるを戻すケースね。あそこどうやって開くの？これは、踏まないと、ダメ？トゲの生えた床を踏んでしまった。侵入者を阻む罠が仕掛けられているようだ。うわ、痛え。いや、でも踏まないとダメだもんね。これも嫌なんだけど。うわぁ。どうしよう。踏まないと見れないよね。
どうしようか。ちょっと待って、これ。どうしよう。踏んだら毎回10のダメージだよね。逃げながらやればいけるかな。一旦全部めくるわ、他のとこはね。他のとこめくって、で、最後にめくっとくわ。なんだそれ。踏まないと見れないみたいな。行き止まりかな？だね。なんだこれ。はい。なんか一個だけ余んのかな。この。なるほどね。まあめくれるやつだけめくっといて、って感じで。これ気になるなぁ。ねえ。宝箱とかあるんじゃないですかね。はい。で、多分この下が、また、兄弟がいるんじゃないですかね。で、こっちちょっと見とこうか。おー。行き止まりか。何なんだろう。踏ませる系ね。なかなか厄介ですね。あ、こっちも広いな。こっちもまあまあ広いですね。お。ようやく。呪いよけ。呪い状態ね、やってくる敵いるんすよ。全体を呪い状態にみたいな。そうなると、いや、違う、呪いか？ん？なんだっけ？封印かな？封印状態にするみたいなのあったんで、呪いとは違うか。はい。四隅にあるってことかな。左下にも、スペースあったんで、もしかしたらあるかもね。うん。おぉ、あった。20くらった。これで30。あ、ここは、そうか。宝箱だ。ゴリアテの巨腕。え、なんかめっちゃレアそう。すげえ。伝説のグローブ。神の肩骨と異名を取る伝説のグローブ。めっちゃレアそう。そうだ。レアで思い出したけど、最初の村にさ、伝説の武器なかったっけ？2万ゴールドじゃなかったっけ？ね、今、1万5000あるんで、もうちょい溜まったら、帰ってもいいかもね。普通に溜まったらね。え、どうしようか。まさかだね。で、ブルーのでしょ？デモンズパワー。あー、36か。そっか。どうしようか。スペックで言うとね、そんなになんだよね。はい。どうしようかな。あ、いたね。はい。で、パーティー変えたんですけど、まさかのダストを外してブルーノを入れるっていうね。ただ、その理由が、そのダストって、ブルーノって、ダストの持ってる技と似たようなものを結構持ってるんで、回復の上位版ですね、これは。で、全体防御アップ。こっちはちょっと低いんですけど、はい。で、ベルノは一発殴れば、3回復だっけ？特性持ってるんですよね。
2かな。うん。3だね。ハッスルボディ。はい、いいよね。で、攻撃防御ダウン状態にならない。水ダメージを5減少。うん。まあ、ちょっと、やってみようかな、これで。全体の補佐もできるブルーノに変えていきます。白の兄弟員が道を塞いでいる。こいつも雰囲気が少しおかしいようだ。これ以上は行かせぬ。おお。うん。お、いいね。で、この人は凍結やってくるよね。フリーズか。だから凍結耐性を持ってるメルブールと、あとね、まあスキルなんですけど、どう？ブルーノは凍結を解除できるんですよね。だから、まあまあ、あ、そっか。デスミラージュ使っていく？いや、まずはポイズンだな。毒入れと、入らない。入らない。あ、弱点なんだ。で、あ、デストロイ。いいね。どうしようかな。まあ、最初はまず補助だよね。毎ターン5回復。で、特性と相まって毎ターン7回復するんだよ。だいぶタフ。で、マッスル指圧。これを使えば、麻痺と凍結を解除できると。指圧。筋肉の力で、指圧をすれば、治るということですね。はい。で、全体の防御アップ。3ターンね。いや、これ強いんじゃない？うん。で、あ、毒を入れようか。OK。で、次のターンに、デスミラージュみたいな。あ、これもいいな。デストロイ、やってみようか。おお、すげえ。格ゲーみたいだね。で、マッスルチョップ。これで3回復するからね。あ、いいね。やべ。結構安定するかも。あ、呪い状態。呪いってなんだっけ？あ、そっか。回復したらダメージか。あ、まずいな。まずいな。で、デスミラージュ使えない。はい。で、体当たり。呪い鬱陶しいな。はい。ロシュ。で、ミラクルハ、あ、そっか、ダメだ。呪いだ。で、ダメージ与えたら、ダメージを与えたら、3回復するから3のダメージになるのかな。ちょっと嫌だな。どうしようか。何もしない。うん。またかい。呪い多いな。で、ああ、そっか。で、デスミラージュね。これでやれるんじゃない？ OK。しようか。今のパーティーがすげえいいんだけど。マジか。どうしようか。ねえ、主人公を外しちゃったっていうね。はい。装備もね、まあ、せっかく、この、ゴリアテの巨腕、ね、伝説の武器ゲットしたんで、
使いたいんですよね。はい。なんか。はい、ということで、じゃあ今回これで以上です。次回、またね、地下に潜っていきますということで。以上です。ありがとうございました。